政府は今日、ウクライナへの1億ドルの追加人道支援についてがれきの除去や地雷の処理に充てるなど具体的な内容を決定しました。がれき除去や地雷不発弾処理のため450万ドル以上を支援するほか、農業生産の回復に300万ドル、避難民の安全な移動支援などに1450万ドルを拠出します。また依然ニーズの高い保健・医療・食料分野での支援も続けていくとしています。これらの支援は国際機関や日本の NGO を通じて行う方針です。一方、ウクライナの隣国で避難民の受け入れを進めるモルドバに対し、医療や保健分野など日本が可能な支援策を検討するため、今日政府調査団を派遣すると発表しました。